おつぽーん、愛香ゆづきです。今日はですね、試合と普段のギャップがすごいなと思った選手を発表したいと思います。ベスト3になります。それではね、早速いってみましょう。試合と普段のギャップがすごいなと思った選手、第3位は真壁刀義選手です。そこ来るの、会ったことあるのと思ったと思うんですけれど、実はもうこれね、ずっと心残りだったというか、本当になんかこう残ってるんですけど、確か DDT さんの両国大会で、私は試合終わってこうって歩いてたんですよ。そしたらここで試合どうだった、ああだったとかっていうマスコミの方と喋ってたんですけど、そこにそこの真壁さんがいて、で私はこうちょうど前を通ったんですよ。そこでおいゆずぽーんって言ってくださって、私真壁選手にまさかゆずぽんなんか呼ばれるとは思ってないし、まさか私のことを知ってくれてるなんて思ってもないですし、もうそのびっくりと、あと試合後だったからもう血だらけだったんですよ。でもう私はその血が怖すぎて、ゆずぽんって呼ばれてるのにもかかわらずダッシュで逃げたっていうね。ご挨拶ももう血が怖すぎて、もう本当に尋常じゃないぐらい真っ赤だったんですよ。でも私ってね、めちゃくちゃ血が苦手で、あんまり流血戦っていうのも見たことがなかったので、もうそれが衝撃的で思わずダッシュしてしまったんですけど、もう本当この場を借りてちょっと謝罪をさせていただきたいんですけれども、ちゃんとご挨拶もできずすいませんでした。この謝罪が遅くなりまして申し訳なかったです。すいません。いつも見てます。今でこそスイーツ真壁さんとか番組とかでよく見かけるようになって、あ、チャーミングな方だなっていう印象あると思うんですけど、当時はまだそれ以前だったので、私の中でもうこうね、チェーンして、しかも流血して怖いイメージしか、ジーンみたいな感じじゃないですか。なのでちょっと逃げちゃったっていうエピソードです。じゃあ普段と試合のギャップがすごい人ベスト2位です。2位は私です。これはもうね、私のファンの方は皆さん知ってると思うんですけれど、もうね、試合前になると誰とも喋らない、マスコミさんにも愛想がクソ悪い評判が悪いっていうね。この間3月に久々に東京スポーツさんのカメラマンさんとかにお会いすると、あ、雰囲気が柔らかくなりましたねとか、あと、あ、こんなに明るい方だったんですねとか、そういう言葉がたくさん言っていただいたんですよ。ってことは当時私は暗くて何も喋らなかったっていう、あとインタビューとかでも心の底から喋れる人と喋れない人っていうのがいたりだとか、すっごい壁を作ってたっていうのがあったので、集中もしてましたし追い込まれてた、もう多分それは自分自身でどん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 追い込んでたんですけど、でも試合になると変わるというか、普段仲良くしててもリングに上がったらもうこの人より上に行きたいっていう気持ちがどん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 大きくなっていくっていうのがありましたね。だからグラビアアイドルをやってたんですけど、その時にこの子に勝ちたい、この子みたいになりたいっていうのは一人もいなくて、もうみんな友達だよみたいな、仲良く行こうねっていう感じでいたら、周りは結構違ってたみたいで、みんなそうなのかなと思ったら、そうやって隠し持ってる子がグラビアには多かったんですけど、もうプロレスだとそれがむき出しになっちゃうので、その闘争心っていうのを、あ、私は持ってたんだなっていうのを気づかせてくれたのがプロレスだったっていう感じですね。リングに上がる前まではもう試合したくない、出たくない、逃げたいっていう、もうネガティブのオンパレードで、そういう時に白川美奈選手から LINE が来たんですけど、試合めちゃくちゃ楽しみですって来て、あ、試合って楽しむもんなんだってそこで気づいたっていうね。もうその言葉がなかったら楽しむ余裕が全くなかったですねっていうぐらい追い込まれるの。だから
もうプロレスはいいかなって思っちゃいました。なんか最近さ、ファンの方からゆずぽん復活説が出てますよみたいな、トレーニングしたり最近さダイエットしたりしてるんで復活説が出てますよって言われてるんですけど、もう 100% ないんで安心してください。もうこんな苦しい思いはしたくないです、というかできないっていうのが正直なところです。もう魂は武道館大会に置いてきたので皆さんご勘弁ください。すいませんでしたっていう感じです。はい、普段とギャップがすごい選手第1位はダンプ松本選手です。うわー、皆さんこれ覚えてますか。相川由紀対ダンプ松本選手、この試合もう忘れられない試合となった試合だったんですけれども、まあ見てない方は何を見たら見れるんだろう、まあ、DVD が残ってるのかなっていう感じで、まあ、今度この YouTube でもダンプ戦紹介したいなとは思っております。ちょっとねまだトラウマが残っているのでもうちょっと時間ください。これはね、私が試合したいです、あの知名度のあるプロレスラーとしての知名度がある選手と試合がしたいですって小川さんに直談判して、で決まったカードだったんですけれども、まあ、当日試合をしてみたらもう昭和のプロレスの洗礼を浴びたザ・昭和プロレスみたいなプロレスになったわけですよ。もう一方的に私はボコボコにされ、私が蹴っても全然倒れないし効かないし何にもならないっていう、で謎の2試合目が始まったんですよ。おいよし小川、2試合目もう一回するのか、小川さんいいよ、そこでいいよって言っちゃう小川さんも小川さんだなと思いませんだけど、まあ、今となっては、まあ、その経験が生きてその後にも、まあ、いろんな試合があったんですけど、そこでも心が折れなかったっていうのはその試合があったからっていう、まあ、ダンプさんにある意味ね鍛えられたっていうのはあるんですけど、まあ、ダンプ松本選手って言ったらさ、もう皆さんご存知の通りあの風貌でここ市内持ってっていう感じで、じゃ感じでボッコボコにされて、もう心がない、人間の心を持ってない人だみたいな感じで私は思ってたんですよ。でも試合でボッコボコのギッタギタに私はされたんですけど、控室に帰った時になんとあのダンプ松本選手が冷えピタをはいと渡してくださったんですよ。優しいな、もう普通にありがとうっていうか、なんて言えばいいのかな、もうあ人間の心持ってるんだって失礼ながら感じちゃいました。はい、皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。今回、普段との試合のギャップがすごい選手ベスト3を紹介したんですけれども、やっぱギャップって怖いですね、改めて思いました。ということで本日も、ちょっとでもいいねと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ツイッターとインスタグラム、そしてアメブロもやっておりますので、皆さんよかったら見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。